で向こうはね富士山がね今まだぼんやり見えてるんですよ。一発目よし、おー気持ちがいいね。3キロ来ました。皆さんおはようございます。ルイジ武井です。見てください、今日はねまだね日が上がってないんだけど、で向こうはね富士山がね今まだぼんやり見えてるんですよ、ね、で釣り人もたくさんいて、また神奈川県の立石に来てます。で今時間は6時過ぎですね。で あっちにはね砂浜もあってねキスとかも狙うんだけど、今日はまあタイを、タイに会いたいということで、タイに会いたいということです。じゃあいきます、ルーニーズ、釣り企画、世界中の魚を釣り上げたいということで、今日もね世界中の魚たち待ってろよ、おいということで今日ねちょっとこっち来てください。今日はまあいつも通りね、ちょい投げちょい投げ、ぶっ込み系で、こんな感じでね、はい、ちょい投げ系で行くんですけども、ちょっと今日新たなね、新たな試みで、ちょっと見てください、これ。ね、これ、ヘラ。いわゆる渓流とかね、川とかで使う釣り竿を持ってきました。で、ここにね、皆さんここね、よーく見るとね、まん丸なんですよ。まん丸にしてあるんですよ。これをね、この仕掛け、ね、出しますわね、出しますわね、こうやって出してね、で見てください、これここね、この仕掛けって、まあ、これをね引っ掛ければこのこういう感じになってて引っ掛ければいいんだけど、これをね、まあ、僕やったことないんですよ、これやったことないんだけど、見てみたらここにパッと引っ掛ける、こうやってパッと引っ掛けてふってやれば、はい、もうついちゃった。ほら。簡単じゃね？やっぱりね、手間をかけてね、いろいろやるのも、もちろんいいんですけど、お手軽にできることも大事じゃなかろうかというところで、あえて今日はこれにね、ちょっと挑戦してみたいと思って、これを持ってきました。まあ、釣れるかどうかはわかんないけど、100% 釣れると思います。だってルーニーズだから。で今日カメラマン撮っていただいてるのはね、きり丸くんって言ってね、中学生の釣り人です。中学生の釣り人、見てください、これ、ほらこの格好見てよ、これシマノが好きなの、やっぱシマノファンですか。まあそうっすね、まあまあまあ、軽く島のファンで。いいね。足元まで。かっこいいね。今日は何狙いですか？今日は、まあまあまあ、タイですね、タイ、はい。でね、彼はね、去年ね、ここでね、でっかいタイ釣ってるんですよね。大したもんだね。はい、で、今日のね、餌。今日はね、鳥のささみでいきますよ。鳥のささみ、これでいきますから。これも餌もね、ついてるからね。
い、これ投げました。で、これね、さっきのね、簡単に釣りができちゃうよというやつ。でこれも簡単にできちゃうんで、これね、当然短いんですよ。これしかないんですよね。これしかない。第1号ヒッツ。あ、バレた、バレたよ。でも今来たからね、頑張る。一発目、これ何これ、でかっ、でかっ。さすがキリマルだね、いいね。いっぱい釣りしてるね。よし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 、うん、シャンギリアダース。何が来た、かわいい、かわいいフグちゃん。キリマル君、大物を狙っております。あ、来てる、な、来てるよ。え、え、この先には
霧丸。嬉しそうじゃないの。いやまあねえ、だって食いねえもん。はい、皆様、先ほど釣れた、じゃん、サンキューが、サンキュー、頼む、サンキュー頼む、食べないでくれ、サンキュー食べないでくれよ。いや、なんでお座りすんの。お座りしたサンキューが、お座りしなくていいのよ。ザザン、約30センチのカワハギでございます。これをこれから調理します。ういういうい、ちょっとここなんだよね、ここ。おう、ここに間違ってたらどうしよう、ここに骨があって、つまり骨、そう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 、素晴らしいね。どうすんの？こんなんなっちゃった。ここにちょっとピッて入れるじゃん。そしたら、わわ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 、こんな、やっぱカワハギ、わあ、やっぱカワハギだ、やっぱカワハギだよこれ。これ本当は1枚でいけんだけどな。いやでも大丈夫、いってるいってるいってる。おお、気持ちがいいね。裏もいけるの。裏もいける。サンキュー来た、サンキュー来た、サンキュー来ました、サンキュー来ました。オッケー、こんな感じ。一回止めて。オッケー。あ、もうない、3枚に行くわけ、そっから。うん。うわ、すげえ。なんか、クレープフルーツみたい。うん。多分こんな感じ。で、ここの上から。うんうん、上手だね。こんな感じだ。いや、身が結構残っちゃった。うん、1枚出来上がり。おー、上手。で、裏も。
や結構3つ残っちゃって。うん。全然大丈夫だよ。じゃあ本当は少しずつ削ぎ落とせばいいんだけど。本当はこれでサムウォッシュ完成なんだけど、うん、ここに身が。身がちょっとね残ったね。で結構残った。うん、大丈夫。手気をつけて。うん。ちょっと向こう向いてやるから向こうちょ。まあ、骨がねごっついからね、うん、で魚がでかいんだろうねこれ本当はねここ、うん、そうそうなんだよ。さあ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 いいですよ今度お刺身にしてくださいそれを。ででどうする？で多分さらに入れちゃう。これ腹骨だから。ああ、そうなの、うん。ここめっちゃでかくなるんだよね。だから。じゃん完成でございます。そしたらもうねお醤油いいですか直接いっちゃって直接いきます。サンキューサンキューがサンキューが飛び込んでいます。じゃあねこのままちょっといってみようかな。ちょっといただきますよいただきますよいただきまーすいただきます。うまい。うまいよ。うまい。乾杯。じゃあみんなで食べよう。いやもうこれ口だけ。うい。ウィー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 よしおいサンキューお座りそうお座りしたねサンキューカワハギ食べる待てよしサンキュー食べました、うん、ということで今日は釣った魚をカワハギ調理いたしました。それでは皆さん次回お会いしましょう。またねー。